すごいと思う。意味ないで変わるっていう。マジで勘弁する。あとこ回してらんねえわ。だからこういう風にやればなんとかなることもあるでしょ。なんともならんけど、回さないといけないの、冷酷なまでに。 LG どこ回してる。投手系だな。またかよ。なんで毎回バベチリがあるんだよ。
LG って協力しろよ、まず毎回毎回よ。ちゃんとんで奥から見てやるっていう、もう超絶せこいやつでしょ。んで斧投げるっていう、上から見て。もうヒロちゃんのチームプレイなんだよ。あれを救わないやつ無理なんだよ。救わないやついるから。オーテム壊してんじゃねえよ、こいつよ。マジでムカつくよな。リスクは取っちゃいけない。これをビルジンが回してる。二人の位置は読まれてるか。俺はこっちの位置で頑張るしかない。氷ではない。いやーもう無理。同じ位置に入ってんじゃねえよ。みんなで生きる。ゲートを開けてくれ。なんでゲートを開けねえんだよ。こいつらはチームプレイやらねえで。いいよ、もうやらないと終わんねえんだろ。
ゲート上げろよ。ここまでお膳立てしてゲート上げてくれねえのか。ヒロちゃんデッドバイバイスーパース。ヒロちゃんが残ってると強い。負けるゲームは俺がいないこと。俺がここの位置にいると むちゃくちゃ強い。チームプレイを全部こなすから、チームの状況を良くするために俺が唯一絆で見えてるから、チーム状況を悪化させないためのプレイをずっと終始行う。俺がヒロちゃんの強み。これかヒロちゃん。あって当たり前。ヒロちゃんがいるゲームって本当に違う。俺がいるときが勝つ。こういうゲーム展開持ってこれると、後半に俺がいるとなぜか。他のノラモブは別にやられても、今回モレルやられたじゃん。まあしょうがないじゃん、モレルを救わないといけねえから。しょうがないじゃん、あれ。モレルをどうしても救わないといけねえ。やっぱり俺がいると。